こんにちは。今日はですね、窓辺の一冊というコーナーをご紹介します。前々の窓際の席には、いくつかの本を並べたコーナーというのと合わせて、窓際の席には一冊、見えますかね、窓辺の一冊というのを置いております。この一冊というのは、お店にお一人で、いらしたお客様がお好きな本を選んで、ゆっくり、お過ごしいただくときは、それはいいんですが、今日はちょっとランチだけ急いで食べてというようなときにですね、ランチが出来上がるまでの間に、ちょっと手にしていただいて、楽しんでいただける本かなというようなものを選んで、それぞれのお席に置いてます。今日は、最初の一冊目の今のご紹介ですので、この本をご紹介いたします。旅の窓という沢木耕太郎さんの本になります。沢木耕太郎さんっていうと、もうご存知の方もね、お好きな方も結構多いんじゃないでしょうか。私も一人旅が、一つはちょっとした趣味だったりしますんで、沢木耕太郎さんの深夜特急のシリーズは、本当にバックパッカーの中にとってもですね、もうバイブルのようになっておりましたけれども、そういう部分では旅を元にした作家さんでもかなり有名な方ですね。写真もまたお撮りになる方です。で、この旅の窓っていうのは、窓っていうところがまたね、この窓辺の一冊にもってこいのタイトルですけれども、この81枚の世界中を旅した81枚のこの写真の1枚のカットにそれぞれエッセイをつけて、この右左の両面で一つの、ストーリーといいますかね、こういうものに仕上げてるんです。ですから、お時間のない方も1ページ開いて、で、写真を見て、このエッセイをちょっと読んでいただけるとですね、とっても楽しい時間になるというふうに思います。続きとかそういうのではありませんから、来るたんびに2、3ページ、場合によってはお気に召したらもっとというふうに進んでいく、とても素敵な本ですね。言ってみれば、今のインスタの走りじゃないかなと思います。一冊、一枚の写真、画像にエッセイ、これで一つのものにする。いいと思いますね。すごく楽しい、もってこいの一冊、この窓辺の一冊1号としてご紹介をいたしました。ぜひ楽しんでください。